CJKV を表す漢字。CJKV は中国語、日本語、朝鮮語、ベトナム語の略。特にその4言語で共通して使われる、または使われていた文字体系である漢字のこと。ソフトウェアの国際化、中でも文字コードに関する分野で用いられる。比較的早くに漢字を廃止し、漢字に含めるべき箇所説あるチュノムを要するベトナム語を、 除いた中国語、日本語、朝鮮語の頭文字だけを取って CJK と呼ぶこともある。主な東アジアの初期形を総称するときに用いられる。用語の使用頻度は CJKV より CJK の方が多いが CJK と言いながら実際は CJKV について述べていることも多い。中国語、日本語、朝鮮語をコンピュータで扱う場合、英数字と プログラミングや操作に使われる記号に加え、漢字、ひらがな、カタカナ、ハングルが必要となる。これらの文字集合は、欧米の言語の多くが用いているようなアルファベットとは異なり、1バイトで表現できる文字の総数を大きく超えている。このため、これらの言語では、マルチバイト文字を使うことになる。漢字、ひらがな、カタカナ、ハングルは文字集合が大きいので、 すべての文字をキーボードに直接割り当てると巨大なものとなり習得は難しくなってしまう。そのため現在ではエ字ジキーボードもしくはそれにいくつかのキーを追加したキーボードとソフトウェアによるインプットメソッドを使用して入力することが一般的である。そのためには入力先となるソフトウェアが使用しているインプットメソッドに対応している必要がある。 漢字を用いる日本語と中国語では読みを入力してソフトウェアで変換を行い目的の表記を得る種類のインプットメソッドが一般的である。読みによるインプットメソッドはさらに変換の区切りによって漢字一文字を単位とする単漢字変換、漢字熟語と助詞で構成される文節の並びを単位とする連文節変換などに分けられる。中国語では 文字全体の形状の分類と一部の比較を与えて、漢字を特定する語筆字型輸入法など、字の構造に基づくインプットメソッドも使われている。朝鮮語のインプットメソッドでは、ハングルを構成する要素である茶も単位で入力を行う方法が一般的である。主に紙面上の文章を作る際、CJKV では、欧米言語と異なる組版の方法が必要になる。 縦書きはその一つである。コンピュータのテキスト表示及び処理は元来、横書きであったが、CJK、CJKV のテキストは、伝統的に縦書きであるため、組版では縦書きへの対応が求められる。その際には単に縦に表示するだけではなく、文字の間隔や配置を縦書き対応にしなければならない。また、CJKV の組版では縦組、横組のどちらであっても、 正方形で構成される、格子状に文字を配置する機能が求められる。これは、漢字、ひらがな、カタカナ、ハングルなど、CJKV 特有の文字の大半が、正方形に合う字型を持つためである。しかし、一部の記号やラテン文字はそうでないため、それらが混在する文書では、縦書き用文字への置き換えなど、複雑な処理が必要になる。CJKV に適用できる。 組半規則を定めた規格としては、JISX4051 から1995が知られている。ユニコードの CJK 統合漢字は、ベトナムの符号化文字集合規格である TC、TCVN5773、1993と TCVN6056、1995の漢字も原規格として統合しており、実態は CJKV である。例えば、 U プラス7551畑には日本語の告示の畑とチュノムの畑が統合されている。ありがとうございます。